皆さんこんにちは、今日なんですけど、うちのね、あの実家でまあ米作ってるんですけど、それで、まあ、今ちょうど稲刈りの時期でして、で稲買って、まあ、もみすりっていうね、作業を出荷前に、お米を出荷する前にもみをするっていう機械でね、あの乾燥させて、でもみすりをして、それで出荷するっていう、袋に入れて出荷するっていう作業を、今日はその出荷のね、する前のその最後の工程のもみすりって作業を見せますんで、どんなもんかね、ちょっとこんな感じでやってますっていうのを紹介したいと思います。でこちらですね、この機械で乾燥させてね、この中にその買った稲を入れて、これを乾燥機で、この遠赤外線乾燥機っていうんですかね、それで乾燥させて、乾燥させた米をあっちの方に入れて、でこっちの方でもみすりして、でもみすったやつをこの袋の中に入れて、でこうここで出荷するって感じですね。これが出荷用の、もう米が入ったやつですね。玄米が入った状態の、それが、お米、これを出荷して終わりという感じです。で今ここで、もみすりをしてるって感じです。これが今この奥の機械でもみすりしてるっていう、そういう状態です。でなんかもみ殻のあれですかね、なんかもう商品にならなかったやつですか、商品にならなかったやつがこれですかね、このやつですね。これがまあちょっとお米としては商品にならないんだけど、もみ殻のね、豚の餌っていうんですか、豚とかなんかその肥料にしたりとか、そういうのに変えられるっていうやつ、それがこの、残ったもみ殻ですかね。それがこんな感じで、これもまあ売るって感じですね。これもまあ業者の人に売るっていう感じです。こういう感じですね。ここでなんかもみすりしてるって感じ。この機械ですか、この機械で、まあ、基本的にもみすりをしてるって感じですね。
これ米入れる袋なんですけど、この袋に、まあ、あの入れるここにメーターがあるんですけどね、ここでもう、入れる量が決まってるって感じです。ここにもう設定値が決まってるんで、ここに量を設定して、その量までになったらもう自動的にこれがあのストップするようになってます。そういう仕組みになってます。それでですね、今だいたいコシヒカリの値段がですね、1俵1万円ですか、その米30キロですかね、30キロで約1万円ですかね、それぐらいらしいです。で、あのこの出荷前のこの袋ですかね、この袋にだいたい17俵ですか、だいたい1トン近く、1トン200キロぐらい、この1袋入ってるんですけど、これで、まあ、だいたい17万円ですかね、17万円1袋、これが、約17万円分って感じですか、ね、それを、もう毎日毎日いっぱい出荷してくるって感じですか、ね、業者に売ってるって感じですか、ね、
ゴミ捨てね、始まりましたね。最初からいきなりトラブルでね、機械のトラブルでいきなりなんか米がね溢れ返ってましたけど、いや大変です。このお米一粒がね、もうお米一粒見えますかね、これ、この一粒一粒をね、これがもう商品なんで、あの一粒もね、なんか逃せないらしいんですね。このお米粒一つ一つでもうお金、それがうちの財産になってるんで、これで生きてってるんでね、これがないと本当食えないんで、うちは。だからね、この一粒でも捨てるわけにいかないっていうね、一つでも使える米は全部使うっていう、それがモットーなんで、農家のモットーらしいんでね、このお米粒一粒は絶対に捨ててはいけませんという、ね、そして食べる人も絶対に残さないでほしいという、ね、そういう願いを込めてね、農家の人がみんな頑張ってるんで、米農家みんな本当に苦労して1年かけてね、ようやく収穫の時なんで、皆さんもお米は一粒も残さないで食べましょうってことでした。